おはようございます。今日は九州の三百名山大仙山に登っていこうと思います。これがね、九十連山かな、中岳とかで、ここ棒ヶ鶴ですね。棒ヶ鶴テント張ってきました。めちゃめちゃ景色いいんでね、今のうち高評価をいただけると大変ありがたいです。それではどうぞ。長者丸の駐車場ですね。でも登山者はね、ここに書いてある通り、こっちの方にね少し行ったら登山者用の駐車場ありますんでね、そっち止めた方がいいと思います。でこれがねビジターセンターかな、ビジターセンターで検索してなんかカーナビ入れてもらえるといいのかな。でここがトイレですね、綺麗なトイレです。でこっから登っていきましょう。まあまあいい天気かな。上の方なんかガスがかかってますね。でもこっちの方はいい天気。よし、じゃあこっからねスタートしていきましょう。なんか木道が見えますね。なんかこうぐるっと回ってんのかな、遊歩道的なものがね整備されてるみたいなんですよね。ここかな、この道を進むのかな、ちょっとわかんないです。あ、分岐ありましたね。今ここですね、ここからこう行ってこう行きたいですね。ここら辺に登山者用駐車場ですね。よし、こっちですね、きっと多分そう。はい、西の地獄って書いてあるところですね。まあ随分のんびりとした地獄ですけど、でこっちですね、棒ヶ鶴 4.7km、 棒ヶ鶴まで行ってまずはテントを張りましょう。ちょっと天気良くなってきたかな。登山届ですね。緩やかに登っていってますけれども、ちょっとね石がゴロゴロしていて歩きにくいですね。で、ところどころ道が分かりにくいです。また今も道外してましたね。結構歩きにくいからちょっと疲れるかな。
ベンチかな、ベンチですね。ベンチがいっぱいあって、ここがね多分分岐点だと思う。現在地、こっちにね道が続いてて、あーもう半分ぐらい、半分近くまで来ましたね、棒が釣るまでの。でこっちが差し山だか指山だかで、棒が釣るはこっちですね。坂はきつくないんですけどね、やっぱり足元に石がゴロゴロしていて、あと落ち葉で道がね分かりにくくなってんでね、ちょっと疲れますね。九州に来てもう何座目かな、何座目かな、忘れたっけ、ま口も回らんわ。ここに土石流に注意って書いてありますけどね、土石流の跡なんですかね。わあ、いいですね。あれはどこの山かな。うわ、ススキが綺麗。あれかな。ちょっとわかんないね。お、池があるのかな。池は見当たらないですね。でもなんかすごくいいところ。よし、
ヶ池について。あ、雨が降ると池ができるんですね。わあ、綺麗ですね、やっぱりね。さて次はどこかいな。ああ、見えましたね。大月るかな。おそらくこれが大仙山ですね。三百名山。天気良くなったな。風が強い予報なんですけど、今のところ風は吹いてないですね。なんだろう、このロープ。沖か、行くの。こっちから来たんだよね。なんだろう、このロープ。多分まっすぐ行って問題ないと思うんですけどね。来ましたね。うわー、すごいな。あれかな、松町面に見える建物がテント場かな。確か休憩できるような避難小屋みたいなのがあったような。で、立派なトイレがあって。いや、腹減った。ちょっとテントを久しぶりに担いだんで水持ってこなかったんですよね。水持ってないんで何も食べられないです。
よし、まずあそこ行ってちゃちゃっとテント張りましょう。正面に見えてるやつかな。分岐ですね。右がホッケインか。左がボウガツルキャンプ場ですね。ボウガツルは大仙山平治岳1230m の盆地。よし、右ですね。もうすぐですね。右がホッケインか。見えますね。ここかな。ここにホッケイン。温泉に入れるんですよね。歩いて10分ぐらいかな。10分もかからないぐらいだと思う。温泉に入れるんでね、ここのテント場はいいんです。ビールももちろん買えます。でこっちかな。建物が見えますね。あれトイレだったかな。ちょっと覚えてないですね。着きましたね。テント場がね、地図には1500張りって書いてあって、1500か。見渡す限りのテント場ですね。でここがトイレ。まああるだけありがたい。はい、なんか水が流れてますね。でここが水事島ですね。水豊富。全部流しっぱですね。8度。この建物は休憩所のため宿泊での使用は禁止です。なるほど。で大仙山の登山口ですね。まあざっとこんなもんですか。ここら辺のね、草むらのところに確かテント場がね、点々とあるので、今日風が強くなっちゃうかもしれないのでね、そこら辺に張っていきますか。まずはテントを張ってラーメンを食べよう。はい、じゃあ出発していきましょう。これ正面に見えてるのが九十なんですけど、真ん中のが中岳かな。九州の最高峰。いい天気だから明日も晴れるといいですね。まあ、今日はまずこっちですね。大仙山300名山。
道間違ってんのかな。あ、なんか向こうに道っぽいのがあるな。いや、こっちか。あ、あった。いつの間にか道外れてたみたいですね。よいしょ。あ、いえ、あ、結構大変、結構大変。向こうにピンクテープがあるけど、こっちにもあるんですよね。さっきもそうでしたけど、ここら辺は道が二重三重になってたりしてね、迷いやすいですね。まあピンクテープがあるんで、多分どっちへ行っても行けるんだと思いますけどね。上がってきましたね。ここら辺が棒がつるですかね。で、これが九十。どれかな、中だけ。
ー着きました。疲れた、急坂続きでしたね。あと、コースタイムで20分かな。あ、これ大仙山って言うんだ。大仙山じゃないんだね。よし、あ、見えますね。よし、あと20分。お、避難小屋ですね。おいて。あ、なんか立派。コンクリートでできてんのかな。大仙山避難小屋。よいしょ。おー、綺麗。この建物は休憩所のため宿泊での使用は禁止です。酒置いてある。よし。行こう。あー、着いた。あー、着いたー。よいしょ。あー、よ。はい、大仙山1786.2m、お疲れ様でした。わー、素晴らしい景色。白昼ですね。で、棒がつる。あ、なんか平らになって池があるな。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とね、あとは感想なんかをコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、次の動画ね、90ここ登るんでね、見てくださいね。はい、下山してきて法華院温泉にね寄ってみました。ここがテント場ですかね。あ、デッキがあるんだ。あ、向こう側にコテージがありますね。靴ある、靴ある、足下てる、わからん、わからんけど、いや、立派、建物が立派ですね。で、水場、靴洗い場と水場、缶ビール自販機。あ、外来入浴20時まで、受付は19時半までですね。談話室、今日はね平日なんですよね。20時30分までか。
ここにも自販機、飲み物ですね。ランチは14時までか。カレー1000円か。カレー食べたかったな。